なんだこれ。あ、私だ。また。なんだ。何の時だこれ。あ、翔太郎。やっぱかっこいいわ。私の幸せそうな顔。そうか、分かった。これ死ぬ前に見るやつだ。そうだ、あれあれだ、あれ。そうか。てかこういうのっていろんな人ともさあるじゃん。普通ずーっと自分しか見てないじゃん。私どう？翔太郎が私のことちゃんと見てくれなかったから。翔太郎しかいなかったのに。誰かに見てもらいたいなんて私みたいなんが調子乗っちゃった。もし生まれ変わったら誰かに見てもらえるような人になれるのかな。そんな人生にしたかったな。ああ、ほんと今さら。いかがでしたか、彼の走馬灯は。わかりませんか。あなたを線路から助けた山田博樹君です。